日本中国地方広島県広島市南区朝日、ポッポ広場、かつてこの地区内に所在した宇治名仙華大河駅の跡地にある公園。朝日は広島県広島市南区に所在する地区の名称である。ここでは道区において朝日を町名に含む各町の総称として用いる。朝日町は旧称。広島県を流れる大田川の三角州城。 沿江川と京橋川に挟まれた州の内陸部に位置する。黄金山の再六、国道2号及び広島県道86号水町、二歩線によって挟まれた地域に位置する。かつては、旧国鉄路な線によって町内が縦断されていた。地区のほとんどは宅地である。古くからの漁師町であった大河地区との関わりが深く、旧、 宇品線と交差する古くからの通りが商店街として発達し、主要な施設のほとんどがこの界隈に集中している。すべて南区内。広島の深海地発展図、現在の旭地区を含む南深海が法歴3年以前の開発であり、広島追記時にはこの地区が海であったことが示されている。 1945年の米軍作成の地図、朝日町や王校グレードスクールなどが確認できる。丹波橋北側の影響の位置も示されている。朝日のごとく繁栄する町の意がある。江戸時代から戦前期まで江戸初期、広島湾島の遠浅の日型に過ぎなかったこの地区は1662年から翌1663年にかけて行われた。 二保島西深海の造成により、近隣の南町、手塩、緑などとともに、新たな埋め立て地となった。二保島西深海は後、南深海と解消され、明治維新後には、南村、1889年の広島市政、施行後は、同志の南に属することとなった。日清戦争海戦とともに軍港である、宇治河港への軍事輸送のためにこの地区を縦断して、 国鉄宇治那線が付設された。昭和期に入って1932年、地区内に宇治那線唯一の行き違い駅として、片井外駅が開業した。そして、それまで南町の東半部であった、この地区は、1933年になって初めて、朝日町として分立した。1945年8月6日の原爆投下に、際して、 爆心地から3キロメートル前後の位置にあった。この地域は、半壊地域とされているものの被害は、比較的、小さかった。戦後から現在まで素材、麦、レンコンなどが栽培される、近郊農業地域であった町は戦後、次第に宅地化が進行し、一時は課題外駅が、近隣の学校に通学する学生の上校で、賑わっていた。1970年には、 宇治名線伊藤の地区を朝日一から三丁目に再編し、1980年には残りの地区を西朝日町に改称。町名としての朝日町は消滅した。また1960年代に入って利用者を減らしていた宇治名線は、1966年平面交差する新広島バイパスの開通により、致命的な影響を受け、同年末一般旅客営業停止に伴い、 片タ外ガ駅も廃止された。また、現在の朝日山頂目地区の南半部は、戦後に至るまで、広島湾への入り江が深く切り込み、付近の児童の水遊びの場などとして利用されていたが、1964年に、南側の宇品東に、工場用地が埋め立てられた後、1967年には、この入り江も埋め立てられて細い水路となり、その後1980年に、 下水道整備事業により、水路も暗許化された。1986年の廃止後しばらく廃線跡が放置されていた旧宇治那線は、1990年代後半には、線路などの施設が完全に撤去され、国道2号と黄金山通りを結ぶ車道として生まれ変わっている。その一方、旧宇治那線の沿線に発達した朝日町商店街など、 古くからの下町の雰囲気を残す町並みも、健在である。かつては、国鉄宇治な線が、本地区を縦断しにし朝日町に、下大河駅が所在していたが、現在、地区内を通る鉄道は存在しない。ありがとうございます。